にちは、ゆりえです。 NiziU のセカンドシングル Take a Picture Take a Picture のミュージックビデオが公開されました。イエーイ、待ってましたよ。そのリアクション動画撮っていきたいと思います。でさ、赤い服着てんですけど、推しのリマちゃんの面から決まりましたよね。私の推しのリマちゃんの面からが赤なんです。見て、ほら、私赤すごい好きだから、これちょっと待って、サメだけど、だからさ、もう赤好きだからさ、リマちゃんが赤って嬉しい。やばい、ほんと推しと意思疎通してんじゃん。考えてみて、好きな人とさ、好きなものが一緒だったんですよ。あ、もちろんそのリマちゃんだけじゃなくてみんな好きですよ。で、ちなみにね、二推しを決めるの難しいな。まやちゃんも好きなんですけど、まやちゃんが紫なの似合う。はい、始まります。あ、もう始まってます。え、ちょっと待って、りなちゃんがさ、こういうなんか夜の風景、あ、お手手つないでる、かわいい。りなちゃんなんかこういう風景にさ、もうハリウッド女優みたいですね。え、なんか味わえますね、こう私の家に忍び込んだのかなみたいな。始まった。あ、かわいいね、りくちゃんの真ん中。ちょっと待って、みひちゃんお腹見えてる、冷えない、大丈夫。あ、え、セラカラかわいくない、まこちゃん。まこちゃんさ、めちゃくちゃいい女になってる。かわいい、声がいい、声がかわいい。あ、お姉様じゃん。グッチって書いてなかった？かわいい。お腹冷えない？おっせ。遅い。綺麗な、いい声。なんかハリウッド女優なんだけど、ニナちゃんさ。身長伸びた？めちゃくちゃかわいい。赤い衣装似合ってる。私が赤好きだからね。かわいい。かわいいしか出てこないの、よくないか。かわいい遊園地に、これ後で話そう。今すっごいいい女いたと思ったら、まゆかだった。リクマヨじゃん。あ、かわいい、もう、もちもちしてる。ほっぺた触りたい、ほっぺた触りたい。ラップしてるぜ。真打ち登場みたいな。衣装かわいい。ウエスト細い。これ、売れるって、絶対。詰めてる。箱に詰めてる。かわいい。マヤ、マヤ、何、何、マヤの何も、俺。言葉が全然出てこない。これ全部セットで欲しい。あ、はい、始まりました。あ、なんか、なあ、まずどうしたい、どうしてくれる。あのラップ、この二人で固定ですね。なに、イケイケじゃん。あ、ここで一気に落とすっていうのがいいですね。みーひちゃんの声落ち着きますね。綺麗な声。あ、ニナだ、ニナ。あ、かわいい、あやかちゃん。すごいコカ・コーラっぽい、今の。お！ダンスメンバーじゃないですか？りくちゃんとさ、まこちゃんと、隣でニナちゃん踊ってんだよ。胸熱じゃん？かわいいね。今のりくちゃんかわいかった。髪型よ。てか、まやちゃんどんどんかわいくなってく。やばい。ほっせ。かわいい。もう全部まとめてほしい。あ、かわいい。走ってる、こっちに向かって走ってきてる。売れましたね。これは売れるわ。
結構後半の方でまこちゃんセンターでダンスするあのニナちゃんが出てきたところを私リオちゃんじゃなくてリクちゃんって言った気がする。あーショック、名前間違えるなんてほんとショック。あのセキララに載せますこれ一発で撮ってるんで。いやーごめんなさい、リオちゃんごめんなさい、リクちゃんも名前間違えてごめんなさい。ファンの方々本当に申し訳ないです。懲りずにまたリオちゃんうちに来てねあのもう缶バッジ来てください。すいませんでした。はい、可愛い楽曲はもうなんか売れるだろうっていう曲これは売れるわって。しかもテイクアピクチャーって流行りじゃないですか。お写真をみんなねあちこちで撮ってるし、でそのさ写真撮ってる時のフレームの演出すごい可愛いなと思ったし、パシャパシャパシャって音鳴ってるのも結構斬新な演出だなって。そういう効果音みたいなの入ってるじゃない、あれも可愛いなって思いました。でね、ミュージックビデオはねもう可愛い女の子たちが可愛く歌って可愛く踊って、それをね可愛い遊園地で、しかも夜の遊園地に忍び込んでみんな楽しそうにワイワイやる、もうオタクが一番好きなやつじゃん。なんか誰が優勝ってないんですけど、私的にはやっぱみんなそれぞれ輝いてるし、みんなの絶対輝いてるポイント私は絶対見つけられるんで、だからもう9人揃ってよかったって思うんだけども、まやちゃんの後半の追い上げがすごかったなって思いましたね。あと元気なみーひちゃん見れたのが本当にね、待ってたよおかえりって感じ。りおちゃんについて喋ってないね。りおちゃんとあやかちゃんがツーショットでお写真撮ったと、あのさあもうほっぺたを触りたい、いくら払えば触れるんだろう、いくら払っても触れないだろうし、なんかお肌も持ちすぎてこうやって触りたいなって。じゃあこの辺にして、なんか幸せのねボックスでしたね。幸せのなんか詰め合わせギフトみたいな、そんな感じでした。もう感謝でいっぱいです。私の大好きなものを、多分私だけじゃなくてオタクの大好きなものがたくさん詰め込んでる、そういうミュージックビデオでした。うん、もうなんか顔がどんどんおばあちゃんみたいになってく、彼女たちの幸せを願えば願うほどおばあちゃんになってくんだけど。じゃあ今日はこの辺で、以上、二重のテイクアピクチャーミュージックビデオリアクション動画でした。またねー。